いや懐かしいこの配置ね。うん。何話します？恥ずかしいですね。なんか恥ずかしいね。最近あれじゃないですか、そのほら連盟の選抜で1位になって、そう、麻雀のファイトクラブでね。どうなんですか、その麻雀周りのことって変わってきてないですか？ものすごく変わってますね、僕の中でね。マジで50個に1個ってどれぐらい？ 0.5 って200個に1個、200個に1個だよ。仕事に50個に1個 2%、 あ、じゃあ 2% です、うん、2% ぐらい、 2% から 5% ないぐらいだと。あ、今まあ 20% ぐらいに、へー、なりまして。じゃあそれはもう自分の望む形なんですか？そうですね、徐々に徐々に。まあね、麻雀は確かにファイトクラブのあれも新大発表会の司会もやってたもんね。ああ、そのままやってんですか？やってんすよ、やったんすよ。すごかったよ。と、琵琶湖さんいたんすよ。三田内さんはその取材みたいな、取材に一応来てて、秘書ガイド代表として、麻雀ファイトクラブ3で、なぜか琵琶湖さんも来てんすね。それはやっぱり三原さんとの立場で取材、いや一応単なる、まあ、メディア取材のプレス発表会だったんで、そうそうそう、その中の一人として。そしたら沖さん出てくるなり、今日は内縁の妻が来てるんですけどっていう第一声そうだ、思い出した、第一声で言ったんだ。あ、皆さんこんにちは、なんとかんとかですっつって、マージャンファイトクラブ2019、そう、それの1位出てる特別ゲストだったんだよね。男性プロ部門1位、沖ヒカルでございます。どうも。いやいや、今日はですね、内縁の妻がちょっと見に来てるということで若干緊張しておりますけどっていうのを、でも笑ったのところ一部だよ、流暢に、つかみで、つかみで、ハハハっていう、そうそう、土井くんの声だけ高らかに響いたよ。今日はよろしくお願いしますなんつってね、言ったんですよね。そうそうそう、いやすごかった、ね、いや非常にいい、あの発表会で言いたいことある程度言ったんですけど、後で聞いたら、俺は覚えてないんですけど、その部屋の隅っこの方にスーツを着た人たちが 5,6 人こうずっとこう立ってらした、コナミの人じゃないのあれらしいんですけど、うん、全員苦笑いだったそうだよ俺がずっと話してるわけいやみたいな感じで、いや本当攻めるなって思ったもん。進化と継承、さあこれはどういうことか、焼き直しということでございますみたいなことを要はプレス発表会だから分かってるじゃないですか、うん、ある程度。そうね、ちょ、動画見れないですかそれ、ね、動画はね、ニコな中なんかであります、やったら、あの放送したらしいです。じゃあそれ、じゃあ 見られるんですかね今。いや今見れるかどうか分かんないけどね、見たいな、ちゃんとあれはなかなか感想文を送りたいですね。いやだから見てほしくないんですよ。え、そう、俺が 言ったのは、真希子さんと木村さんには見てほしくないって本当に家で言ってたの。こういう仕事はどういう批判、批評されるからそう、あなたお得意の批評され、いやいいことも言ってくれるし、いやいや、やってよかったね、せめてやったねって言うかもしれないし、あれはなとか。で、俺、琵琶湖さんが俺の前に座ってたんですよ。そしたらなんか沖さんが、まあ楽しそうに司会やってるの見て、ちょっと振り返ったら、ね、うちのすごくないっつってあれだけはね、帰ってきたら、うん、速攻うち来て、うちの部屋来て、うん、本当に尊敬しました、今日。いや、本当。改めて見直しました。うん、そう。すごかったですよ。そう、もう真顔で。真顔で言われて、動画いやいや、もう全編通して素晴らしかった。あんな言えるって言われたもん、俺。いや、言えないけど。言われたから、まあまあ悪くないし、仕事が、うん。じゃあその日の夜は、ね、相当燃えて。うるせえよ。そこはいいの、うん、いやすげえ、まあでもいい勉強させてもらいました。面白かった、ね、だって俺あれは面白かった。エマの意味そうで以来だからね、うん、ネギボート大崎さんと俺と、うん、タレントの人で4人でやった発表会、プレス発表会12年ぐらい前ですかね、うん、でも俺何が羨ましいって、そうやって身近に褒めてくれる人がいるっていうのは、いやそうだね、家に帰るとね、俺今それ聞いてずっと考えてたんですけど、もう10年以上褒められてないんですよ。そうだろうね、周りの人にね、人に褒められるって
ないですよ、うんうんうん、しかも真顔でだもんね、ないもんね、ないっす、真顔で褒められる、いや惚れ直しましたとか、うん、あ認め、まあまあまあ、いやとか、いやさすごいですねなんて、うん、確かに、いや、いやあります、いやない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 、そんなない、身近にそういう人がいるってすごい幸せだなって、うん、改めてみたいなことないよね、そうやってないっすよ、うん、そんなの大体こんぐらいできるでしょっていう前提で仕事って振られてるし、待って、いやそれはすごい、いやこれな、これな、いやそれ、それは本当素直に羨ましい、ね、羨ましい、いや琵琶湖さんっていい人だなと思ったよ、え褒めてよ、うん、ね、俺結構褒めてんじゃん、あと俺も褒めてるよただもうね、そう違う、そうなの、俺らの褒めるってそうなの、分かる、なんつうのかな、なんだろうな、もうあの決まり事じゃないけど、うん、当たり前のことしか言ってないのよ、仕事ができるとか客観的に見れるとか、うん、数字持ってるとか、もう正直本人にとってどうでもいいことなんだよ、そうだね、だから心に刺さんないだけ、うん、でもすごいと思うけどね、今更言ってもみたいになっちゃうんだよね、新しいことをやってよ、なんか、うん、その発表会とかのさ、それでもいいしさ、俺が知らないことをやってる、来ねえからなお前が、でもなんかの MC やったじゃん、 DMM の、ああまあまあ、そういうのは俺好きなんで、お話あれば、だから司会じゃないのをや見たいわ、そのメインアクターじゃないガヤとしての木村五太郎を見たい俺はそっちもやってるじゃない、どっちかっていうとそういうのもやって、やってる仕事として、うん、具体的には例えば麻雀の番組とかだと俺は後輩とかだし、全然ガヤの方にも寄るし、メイン MC の方もやるしってこと、キムさんってほとんどないのよ、そっちの仕事、やっぱレバオンがトラウマになってんですよ、レバオンって、あ、ゲストとしてゲストというかね、もうじゃあその人に対する怒りじゃないです、うん、何に対する、フラストレーションですよ、俺やらせろよ俺に回させろよ、だから怖いんだ、違うの、それを分かった上で周りをスタッフさん含め MC の人、横の演者の人立ててガヤに徹することがあなたはできるのかって話、できません、なんでそこはすごいと思う、あ奥さんは本当それ確かにそれできるんですよ、やってんですよ、うんうんうん、あの立場あったじゃん、麻雀のなんかほら萩原リーグとか、はいはいはい、はい、でちゃんとそれ全うしたでしょ、やってました、で最後泣いたでしょ、ちょっと泣きました。ちょっとよく知ってんね。ね、あのなんか変な頑張ったでしょ。ガチじゃん、うん、ハイブリッドマージャンリーグっていうね、うん、7年ぐらい前の。いや、それ、うん、その役割に徹して、しかもまあ涙出るまで本気で、うん、本気でやったからね、やれるっていうのが、まあね、パチンコはそうじゃないマージャンっていう、うん、まあ題材は違うとはいえ、うんうん、いやすげえなって、うん、俺褒めてる。うんだから気持ちよくない、いや気持ちいいよ、すごくすごくあのさ、この褒めの回って前もやったよね、前もやったでもいいじゃん、定期的にやって褒めはそうね、褒めることないもん、あんまりいや、イエローカード制があったからそれは同じ話したらでしょ、でね、あそうか、うまた同じような褒め方してるってこと、俺、うん、本当三田内さんもすごいと思うよ、うん、本当ですか、正直言って、いやちょっと嬉しい、何がすごいって正直慣れてなかったじゃない、トーク今も慣れてない、この仕事、いや分かる、それも、うん、それはだってもう目がキョドったりしてるのは分かるけど、俺だってガイド開いたらやっぱ三田内さんのとこから呼びますよ、あ嬉しい、ちょっと本気で嬉しい、いやだからありがたい、一番まあ今秘書ガイドのアイコンみたいな感じじゃないですか、言ってみれば文章に関して言うと、うん、その昔だってね読んでたでしょ、昔は読んでたよ、もちろん読んでたよ、同じ気持ち、テンションで読めるというか、三田さんのところは、書いてるところはそれは褒め言葉なのかな、いやでもまあ嬉しいよ、それを長く続けられるって、ここまで20年、30、まあ30年、20何年で続けられるってすごくないですか、それは素晴らしい、それは素晴らしいんだけど、40代後半の人が、いやいいねって違う、だって今、まあ、考え方も変わったし、うんうん、いろんなものが変わってんですよ、当時から、うん、20代の時から、であれから10年20年経って、うん、俺だってミレニアム社って読んでましたしか言われないんです、うん、あだけど同じテンションで今も読めるんですよ、うん、あそれは確かにすごい、ね、すごいじゃないですか、うん、それってちょっと嬉しい、今連載何本、連載
記名無記名込みで月平均で何本ぐらいですか。7、8本だよ連載は残ってる。そんなにやってんの。いや、ちっちゃい編集日記とかもやってるの。おーおーおー。で、増刊とか出れば3、4ページは毎号やるから、だから30、40書いてる、ね、決まりものは7、8本あるんだ。それに他のが付随してくるんだ。まあ別の雑誌もあるしね、漫画誌とか他の。だって今ライターだけで収入を、固定収入もらえるってなかなかないですよ。まあね、ありがたいと思うよそこは。あ、そんなやってたんすか。お見それしました、失礼しました。やってるよ。いや、すごいわ。今日も書いてきたもん1ページこれの前に書いてきて、まあ、14の79ぐらいだけど。さすが俺の知ってるエセライターなんか自分が書く時間ないからって、うん、収録時間ずらして後ろの方にしてるやつがいるの、うん、え、ほんといつも昼からなのにすいません夕方からにしてくれて、書く時間がないってバカが言ってる。自分のスケジュール管理ができないのそいつ。まあそれはひどい。三田貝さんすごいよ。アロマをちゃんとこの日からこの時間にやるって、ね、自分が早く終わって仕事してる。 そうそうそう、その人違うの、ね、自分の時間がないからってみんなを後ろにずらしてる。それはひどいね。ひどいよね。どう思います木村君。あの日は原稿プラス、うん、あの期日前投票に行きたくて。なるほど大事なことね。なるほど、選挙ね。選挙そうか。でも木村君まだちゃんと書いてるのは俺偉いと思うよ。いや、本当に。いや、そう、それは正直思いますよ。いや、普通やめるっていうか、うん、もういいじゃん。あなたになったら、あなたぐらいになったらもういいじゃない、うん、1ページ書こうと書くまいと何にも関係ないじゃん人生に。いや、関係ある。木村君はまだ読者をねじ伏せに行ってるもん。面白いこと書いてる時とかあるよ。あ、ちょっと試してる回とかまだ未だにある。あ、はいはい、あ、未だにあると。そうなんですね。ちょいちょい書いてる。文章でしか使わない部分ってありますよね。ある。そこを殺したくないっていうのがあります。そのかろうじてつなぎ止めてるって。それは将来的になんか小説を。いや、違います。もうこういうところでもそういうのって絶対役立つんですよ、そのトークとかでも、と俺は思ってるんです。この話すだけっていうのとか絶対違いますよね。使うところが、まあ動きなのか部分なのか分かんないですけど、分かる。そうなんですよ。その動きを止めたくないっていうのは結構変わってるよ。あ、今月優しい気持ちで書いてる時とかあるもんね。本当、木村君は本当にそれはすごいね、うん、やっぱ尊敬するとこだね、うん。まあ、俺はね、割と同じパターンでやりたいのよ、うん、自分の。同じパターンってどういうこと？自分のテンションで、大津さんってこのテンションみたいなのを割と同じに見せてる、うんうんうん、木村君はね、同じに見せてるようで見せてないんだよ。ああ、いろいろ変えたりして、実験して本当に変えてんの、はいはいはい、で、迷子を読んでると分かんないんだよ、うん、木村君の感じなんだけど、うんうん、まとめて読むとね、やっぱり分かる、この人やってるっていう。へえって思うよ、本当にすごいなって思う、ちょっとね。俺、いや、三田貝さんの方がすごいっす。イエス、ほんと、ほんと。あれ、これみんないい感じで酔っ払ってやっちゃう。やだな、40代で。三田貝さんの方がすごいっすよ。いや、ほんとですよ。でも、奥さんもやっぱすごいと思うよ。いや、もう俺ね、奥さんのあのブログの、ほほほ。それは言うけど、頑張れ、元気だね。まあ、そういうの使いますけれども。いや、やっぱ、お互いやっぱ生きてて、すごいですね。褒めるとこがまだ。あれ、3人でも良くないですか、これ。いや、今日は気持ちいい、本当に褒めてもらって、あんまこんな気分慣れてなかったですよ、こう1年ぐらい。確かにね。あ、そうかな。若手に甘えてた部分もあるけど、ちょっと俺たちのいいところを殺してた。そう、甘えだったんじゃないかな、うん、そう。逆かな、俺気遣ってたのかな。ああ、それもあるかもしれない。振らなきゃいけないみたいなのね、あった気もするね。俺はこう動向を見て真意を探ってるけど、やっぱこっからちょっと遠いから分かんないや、うん。しょって、俺紫の買ったよね。あれはすすきのキャバクラでチェンジされたんです。紫かわいいって言って、いいよ別に何でもいいよ、でいいよ、お前マジでマジで言ってんのそれ。すげえな。いや、色関係ない、色関係ないじゃないですか。買ってあげて、だってお互い言ってたじゃん、うん、紫が一番かっこいいね、一番いい。でもう極力って、そうか、何に売ってねんだこれって言われてみてくださいよ、隣の女の子に。